お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。はい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 、何？ちょっと見て見て見て、俺の開発写真ガチャ。ガチャ？ガチャなのこれ、うん、なんかいつも通りのガチャだけど、何？え、ケーキある？ご飯出んの？いや、これね、はい、ご飯じゃないよ。今さ、はい、もう年末じゃん。年末だね。だからね、こんなかお年玉が入ってます。お年玉え、うん、お年玉もらえるの俺？1万円から100万円が入ってて、はいはいはい、はい、もし100万円を当てることができたら本当にお兄ちゃんに100万円あげます。本当に100万円？うん、ケナ太郎の給料、ね、何ヶ月分？え、給料一生分じゃない？1ヶ月500円だから。ありがとうございます。まあね、もう1年間お世話になったからありがとうございますということで、はい、ほら、いいよ引いて。絶対払えないじゃん。まあいいわ、じゃあ引かせてもらいます。ちょっと怪しいけどね、はい、ポチは？え、おは、え、なんか瞬間移動した。え、ケナ太郎？え、おい、え、ちょっと待って、え、これ何これ？おい、待て待て待て、出せ出せ出せ。なぜかと思ってボタンを押したらマグマの上に TP するドッキリでした。おい、お前ふざけ、あー、お前ふざけた。俺が考えた新ガチャのドッキリです。おい、待て、おい、バイバーイ。はぁはぁ、どうも、もうすぐ2023年が終わります。ケナソユでーす。ってことでね、今見てもらった通りなんですけど、ケナ太郎がね、お年玉ガチャ引かせてくれるって言われたからね、やったんですけど、まんまと引っかかっちゃいました。マグマに落とされました。いや、正直ね、ちょっともうなかなか面白い発想だなって思ったんですけど、僕もね、ちょっと思いついちゃいました。YouTuber としてね、やられたらやり返さないといけないのでね、今回はね、このケナ太郎がやってたね、ガチャを使って、ケナ太郎にいたずらしていきたいと思います。ということで、本日は企画、いたずらガチャでケナ太郎を殺し続けるドッキリー、よいしょー。また殺しまーす、ケナ太郎。ごめんね、いつも。はい、てなわけでね、見てください。今、この家の、僕の家の、はい、この屋上、屋根裏部分にね、見てください、これです。ガチャ施設をね、作りました。で、ここにはね、見てください。7種類。ちょっと今見せれないけど、7個の面白いドッキリを考えて、ガチャの中に入れます。こんな感じで。ちょっと見せるか。無料空所を放つとか、見えてないふりをして殺すとか。いうのをこのガチャに入れます。で、このガチャを使って毎日やるドッキリをね、決めてやってったら、ケナ太郎はいつ気づくのか検証していきたいと思います。はい、皆さんぜひね、2024年からケナ太郎にやってほしいドッキリとかあったらコメントお願いします。ってことで早速ドッキリ、レッツゴー。よーし、ということで早速やっていきますか。見てください。ドッキリガチャ。この中にね、いろんなドッキリ書いて入れました。結構中にはえげつないもんもあるからね。さあ、どんなのが出てくるか。さあ、やっていきましょう。さあ、いきます。1回目、1日目ですね。せーの。ポチッ。きた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 、なんだ、見るぞ、ほい。見えてないふりして殺す。おー、いきなり、ちょっと待って。いきなり難しすぎんか、これ。ハードル高いんだよ。見えてないふりして殺すはやばいって。どうやって、どうやってやればいいんだ。まあ、皆さん、はい。1日目、見えてないふりして殺す出たんで、これをちょっとケナ太郎に仕掛けていこうと思います。あ、ケナ太郎いる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 。いや、どうしよう。これ、見えてないふりして殺すって、どうやってやればいいんだ。ちょっと武器とかちょっと今考えます。はいはいはい、思いつきました、皆さん。通用するかわかんないけど、この花火持って、はい、エリトラも持ちます。これいいんじゃない？エリトラで空を高速で移動してる間に、ケナ太郎をね、通りすがりに殺すとか。これどう？通りすがりに。ケナ太郎は見えてないふりしよう、今日一日。さあ、やっていきます。ケナ太郎どこいる？あ、いた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 。虫虫虫虫虫虫虫。よーし、エリトラだ。やっとエリトラ手に入れた。行くぜ。ねえねえ、お兄ちゃん、おーい、え、お兄ちゃん、蜂の巣見つけたんだよ。無視します、無視します。これで聞こえてないふりして、ぶつかろう、ケナ太郎に。つなぐぞ。蜂の巣、聞こえてる？ねえ、よしよしよし。お、お兄ちゃん、おー、ケナ太郎、びっくりしたわ。蜂の巣見つけたんだよ。蜂の巣見つけた、ほんとだ、蜂だ。あ、ごめんごめんごめん、持っちゃったから。気をつけて気をつけて。まあいや、じゃあね、ケナ太郎、1しか食らわなかったよ。俺エリトラ見つけたから。はい、それ1しか食らわなかったよ。今1しか食らわない。一発の攻撃力上げます。エフェクトギブケナソユストレングスをつけて、ワンパンで倒せるようにしよう。普通に倒してやる、こっから。よーし、家帰ろう。いや、めっちゃ今日天気いいな。天気めっちゃいいな。天気。お兄ちゃん、蜂見つけたよ。天気いいな。怪我すんなって。蜂見つけたって。お兄ちゃん。これでずっと手振ってたら、これケナ太郎目の前に来るんじゃない？ああ、何しよっかな、今日。無視するな、レイに付きまとうぞ。おい、蜂見つけ。倒した。ケナ太郎、遊びに来たよ。おい、ふざけんなよ。おはよう、おはよう、ケナ太郎、どこ？ケナ太郎、なんで殴ったんだよ、どこ行った？ここだって、指に。よし、なんで殴るの？しかも一発。これいつバレるだろう。ま、もうちょっとやるか。え、見えてないの俺のこと。おい、無視してんの、どっち？あれ、
見えてる俺。これ木でも取ろっかなーと。よし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 。よし、逃げろ逃げろ、大成功だ。とりあえずここからもう屋根裏に隠れとこう今日一日。はい、ということで皆さん1日目見えてないふりをして殺す、はい達成しました。ということで2日目に移りたいと思います。2日目何来るかな。はい、ということで皆さん2日目になりました。ちょっともうね日は暮れてるんですけど、はいやっていきましょうか。さあ今日は何が出る。いきなりちょっと見えてないふりをして殺すっていう難しいドッキリだったからな。ほっ、来い次。さあなんだこれは。せーの、ほい。マグマで家を燃やす。めっちゃ簡単やん。めっちゃ簡単なドッキリきたわ。じゃあマグマで家を燃やしていきますか、ケナ太郎の。なんか面白い方法ないかな。やっぱケナ太郎にはね、ちょっと絶望を味わわせたいと。まずは、これ大事なのが、透明マント置きます。これ透明になってないとね、バレたらまずいから。透明になって。はい、皆さん透明になりました。何をするかっていうと、スラッシュ、スラッシュ、スラッシュ、ギブ、ケナソユに、バリアブロックを渡すと。はい、バリアブロックを渡して、ケナ太郎の家ここですね。ケナ太郎の家がここなら、ここに、はい、バリアブロックめっちゃ置く。なんでこんなバリアブロックを置くかというとですね、一番上にね、マグマだまりを作りたい。マグマの雨をね、降らしたいわけですよ。ケナ太郎にはこのブロック見えてないからバレないはず。マグマの雨降ってきたよっていうドッキリですね。ちょ、雲の上ぐらいまで行きたいな。そしたら、ケナ太郎の家を囲むように、バリアブロックを、よいしょ。置いてあげると。これぐらい、もうちょいか。この落ちてくる間ケナ太郎はどうやって対処するかちょっと楽しみだな。そしたらできたらあとはここにマグマを入れてあげますと。マグマ入れるのも慎重にしないとね、落ちちゃうから。オッケー、これで空中にマグマ浮いた。あー浮いてる浮いてる。だからやばい、マグマ垂れてる。いつか気づくかな。よし、オッケーオッケー。これでケナ太郎に会いに行こう。で皆さん、僕がコマンドを打つことによってね、あの上のマグマのね雨が降ってきます。よしよしよし、ちょっとケナ太郎と家に行ってみるか。ケナ太郎ん、何してる何してるん。あ、自分の。おい、でもお姉ちゃん昨日さ、なんか俺のことめっちゃ無視してなかった。昨日俺別外出てないよ。いや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 、昨日なんかさ、え、あれしてたでしょ。楽しいなって言いながらさ、なんか散歩してたでしょ、うん、エリトラで。だ、え、してないけど。ええ、待って、俺何を見たんだじゃん都市伝説。てか、そういえばケナ太郎最近なんか、あ、何、なんか天気悪いらしいよ。天気、はい、ここで雨降らします。一応別に悪くないけどねって言った瞬間雨降ってきたじゃん。いやだ、お姉ちゃんが雨の呪いがついてるんじゃないのこれ。俺、俺が雨の呪い、うん、いやだって見て、上雲多いもん。雲多いからそうしょうがないね。え、待って、なんか何あれどうした、なんか太陽みたいな。え、あれ何、マグマ、やばいね。雷も鳴ってるし、上になんか赤い雲あるし。いや、あれ赤い雲じゃないって、あれだ、太陽だって。よし、行きます、皆さん。これもうコマンド打つだけなんでね。ポチッ。落ちていきます。見て、さっきたか、完成。おー、完成、すげえ。天気も晴れにするか。ケナ次郎くん、俺が考えたキャラ。おー、なんか、サイみたい。あ、ケナ次郎作った、見て。雨は、あ、雨やんだ。え、なんか何も爆発した。俺のケナ次郎効果じゃん。え、どうした？待て、雲が落ちてきてる。雲が落ちてきてる。え、雲でしょ。家が燃える。家だって。けど逃げた方がいいって、やばいって、もうそれ。間に合わない。間に合わないって。どうやって止めるの？無理無理、緊急避難。緊急避難どうする？家の中に。じゃあ俺も家の中に入ろうかな。緊急避難。いや、外出ればいいじゃない。外出ればいい話じゃないの。家中だよ、中。なんで？家守らない。家守るってこと？どう守れる？ケア太郎。守りかも。よし、いい感じ、いい感じ。無理かも。早く早く戻ってきて。無理かも。え？やばいやばいやばい。家の中入る、やばいやばいやばい。大成功だ、大成功。なんで家の中入ってきてんの？どうすんの？ケア太郎これ。なんか、いや、大丈夫だよね。来ないよね、これ。え？止めない。ケア太郎、ないんだって。10個あげるから。はいはいはい。広げてやろう、広げてやろう。閉めるだって意味ないけどな。よいしょ。ケナ太郎、待って、広がってきよう。ごめん。なんで広がって、閉めるってちゃんと。閉めるってどうやるの。おい。あ、どんどんか、どんどん広がった。ごめん。なんで。あちゃ。これ下に逃げた方がいいんじゃない、ケナ太郎。ちょ、一平下に戻ろう。どうしよう。ちょっと、やばいって。お弁当も焼けちゃった。もう終わりだ。ああ、終わりだ、俺らもう。大丈夫、大丈夫。この角大丈夫。どうしよう。俺たちこっから出られなくなっちゃった。まあでも、これも
人生だよね。人生なのこれ。ちょっとごめん。ごめん、ケータの瞬間移動使う。ニポ瞬間移動の術。お兄ちゃんだけ。俺も皆さんチートで透明人間になりました。ちょ上からこっそりマグマ流してやろう。燃えてるんだよ。燃えるな。もうやばい。もう本当に。マグマ流して、マグマ流して、透明人間。あ、終わった。もうダメだ。もう俺にはここしかない。でも上、待って待って。もうダメだ。ダメだ。お兄ちゃん。来ない来ない来ない。ああ。よしよし、戻れ戻れ、逃げろ逃げろ逃げろ。はい、ということで皆さん2日目も大成功でした。ちょっとそろそろ怪しまれそうだな3日目ということで、3日目もねやっていきたいと思います。もう家大変なことになっちゃったよ。はい、ということで皆さんおはようございます。ガチャドッキリ生活3日目となりましたということで、今日もやっていきましょう。キャラ太郎の家どうなったんだろう。俺まだ見てないんだよな、あの後どうなってるか。とりあえずドッキリガチャを引いていくと。いや意外とエグかったな。簡単だったけど、ドッキリとしては。いきます、3日目ポチッ、来た。さあ何でしょうこれは。ででん、ありえないモンスターがいる。ちょ、ごじってるごじってる。作った人俺だけど、ありえないモンスターがいるだって。っていうことは次はモンスタードッキリか。これもまた簡単だな。透明マント着ればいい話だし。はい、ということで皆さん、今からちょっとモンスターを厳選してね、ありえないモンスター、強いモンスター厳選して、キャタロの家に解き放っていこうと思います。キャタロがあの家にいるかわかんないけどね。さあ見ていきましょう。ありえないモンスターがどれぐらい追加されてるのかって話。鬼の王とかある。かまど炭治郎、他にはなんか鬼滅の刃めっちゃあんな。なんかよくわかんないけど、いっぱい探せばありますね。なんだろうこれ。ここら辺にはなんか呪術廻戦とかで真人出すか。真人持っとこう。これぐらいでいいかな。よし、これで今から透明マント着てキャターの家行こうと思います。あった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 。うわー、すごいことになってる。すっごいことなってるけど、あれ中見てみますか。よいしょ。うわ、見えない見えない見えない。やばい、中もうとんでもない。見えない見えない。あー、もうダメだ。いないわ多分これ。じゃあどこ行ったんだっけ、あたろう。ちょっとクリエ戻して、なんか書いてある。引っ越ししました。え引っ越したのあいつどこに。なんか、え、なんか見たことない建物ある。あれ、あんなあったっけ。マクドナルドみたいなのできてんだけど、行ってみる。ん、なんか皆さん見えますか。なんか水色のチラって、あ、今動いた動いた動いた。あれあれ絶対キャタロウじゃん。さあこのエンダーハンド使うと、見てください、ブロックが浮いてるように見える。これ投げれたりするんですね、これピョーンって。これ使ってちょっと最初ビビらすか。なんかブロックなんか、いらっしゃいませいらっしゃいませじゃねえよ、ブロックなんだから。ご注文いかがにしますか。ブロックに話してるよこいつ。なんだこいつ、わーくついたマックの店員してる、バイトしてるんかな。なんで、冷やかしかよ。冷やかしかよ。あ、わかった。そうだ、住まわせてもらう代わりに働けって言われたから働いてるけど。そうなんだ、全然客来ないじゃないかよ。いらっしゃいませ。ちょっと一回透明マント脱いで会いに行くか、ケンタロウに。あ、いたいたいた。あ、すいません、すいません。おー、いらっしゃいませ。何してるん、ケンタロウここで。あの、タロドナルドで働いてます。タロドナルド。ご注文は何にしますか。何があるんですかここ。何でもありますよ、もう言ってもらえたら何でも出します。あ、じゃあ、最近はですね、はい、12月なのでグラコロが流行ってますね。パクリやないか、マクドナルドの。あと月見バーガーも食べれますよ今。あ、じゃあタロミバーガーください。タロミバーガー、はい。あるんだ、適当に言ったけど。できました。お、早い、すごい、提供早い。すみません、うち、もう帰るよ。しかないので、在庫が。ふざけんなよ、もう帰る、いらねえよ。ありがとうございました。あいつ、相変わらずふざけてやがるな。はい、皆さん、早速、3日目ドッキリ開始していきます。透明になって。これさ、ここに、これ出すとするやん。あ、変なの出しちゃった。これ、掴めないのかな。あ、掴めた、掴めた。これで行こう。あ、びっくりした。いらっしゃいませー。ご注文何にしますか。モブ放ちます。でん。お客様ご注文、ゾンビ100万になった。ゾンビ100万になった。ちょっと注文入れないでください。うちの注文に、ちょっと、あ、どうした。え、どうした、強い、こいつ、こいつ意外と強いぞ。ちょっと待って、もういいよ、こいつ、次こいつで行こう。なんか変なの出しちゃった、気持ち悪。まあいいや、こいつを掴んで、よし、はい、気持ち悪い、これめっちゃ気持ち悪いんだけど。いらっしゃいまーす。なんだこいつ、キモ。ご注文何にしますか。お客様、お客様注文に、お客様注文に入らないでください。くそ。お客様、お客様、いた、いた、お客
シュル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 。ダメだ、もっとすごい強いやつ出さないと。待って、キラタロウも死んだくない？キラタロウ、キラタロウ倒されてる。いつの間にか倒されてる。まあいいや、こうなったら。お客様、出てってください。あー、いた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 。くそ、こうなったら強い武器持ってくるか。よいしょ。強い武器？おら、人だよ、お前。ん？おら、倒してねえ。ね、なんか倒されてる。うん、もうこれ、最終手段です。皆さん、ここに鬼滅の刃のね、竈門炭治郎鬼の王を召喚。さあ、キラタロウ気づくか。すげえ。イグニスも出しとこう。やべ、出しすぎた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 。やばい、なんか2体も出しちゃったよ。お客様、何で教えるんですか。あ、来た来た。お客様、わわわわわ、こうなったら日輪刀で。おわ、そこ行った来た。あ、やめた。緊張やりすぎた。はい、皆さん、3日目終了です。マクドナルド、いや、タロドナルドがやばいことになってます。逃げます、キナスユ。もうよし、家着いた。いや、大変だった。よし、一旦今日も寝るか。とりあえず上のガチャのとこ行って、よいしょ。おいっと、ん、あなただったんですね、これ。はい、あ、何が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 、ちょ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 、刀で家を燃やす、ん、見えてないふりして殺す、タロドナルドを破壊するってあったけど。タロドナルド破壊するはないけど。あ、ドッキリですかこれ。いいえ、違います。ドッキリはしちゃダメってお母さんに言われなかったろ。お前だろ、最初にしたの。お兄ちゃん、まあ今回は喧嘩両成敗ということで。はい、このボタンを押したらガチャ出てくるんでしょ。まあ出てくるね。一回だけやらせてよ、お兄ちゃんに。一回だけ、いいよ。うん、行きます。おりゃ、顔にキモすぎる落書き。よし、え、お兄ちゃん、ちょっと目つぶって。目つぶる。はい、うん、はい、はい、顔上げていいよ。はい、ん？はい、お兄ちゃんは今日からチーターの顔で動画を撮ってもらいまーす。でー、ちょっと、かわいいけど。ってことで、お兄ちゃんのガチャで倒し続けるドッキリ3日目で俺は気づきましたー。そう、お兄ちゃんは今日からチーカーになるので、お兄ちゃんのチーカーをかわいいと思った人はチャンネル登録と高評価、コメントお願いします。お願いします。最後にチーカーっぽく一言。むずバイバイって、チーカーっぽくバイバイって言って、バイバイ。はい、チーカーだめんなー。